こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りテープスイング先頭を迎えます。メイプルラーセール競りかけてきました。テープスイング先手を取りました。肩の神が好位をキープ。メイプルラーセール、タースプリング、ディスコクリスマス、そのうちに続いています。その外にヴィンヤードヘイブン、ジョージーボーイ、そのうちに続いています。ズキャメロン、その後ろ。前に戻りましょう。ストームイレブン先手を取りました。1番肩の神が2番手を追走しています。すぐ後ろにビッグドラマ、その外からケープスイング、その隣にシャワーウェザー、シアトルハウス、そのうちに続いています。内からはメイプルラセーヌ、その外からヴィンヤードヘイブン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番ストームイレブン、2番手は肩の神が、これは絶好の手応え。ケープスイング3番手肩の神がいい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。肩の神が先頭です。このまま押し切るか。ヴィンヤードヘイブン迫る。肩の神が、肩の神が1着、2着にはどうやらヴィンヤードヘイブン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩の神が、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は肩のツリー。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ドクターサークル頑張れるか。肩のツリー先頭、ドクターサークル迫る。やはり強い。肩のツリー、肩のツリー、肩のツリー。1着、2着にはどうやらドクターサークル。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは肩のツリー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はバンクルー立山、バンクルー立山先頭。残り 200m、 バンクルー立山先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。バンクルー立山先頭、ミリオンディスク追いすがります。先頭はバンクルー立山、1着でゴール。バンクルー立山1着、2着にはどうやらミリオンディスク。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはバンクルー立山。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。
ました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。アジュディミツ王前に行きそうです。サードクラブティそれに続いています。さらにはダンシンググローブ、13番フリオーソその後ろ。では前の方から先手を取ったのはアジュディミツ王、その外からサードクラブティ、その後ろにワンダースピード、その隣にフリオーソ、肩の前もちゃんいい位置です。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から先手を取ったのはアジュディミツ王、その隣にサードクラブティ、肩の前もちゃん好位をキープ、赤の帽子ナシアンミレー、その後ろダンシンググローブ、すぐ後ろ並んで8番ワンダースピード、オレンジの帽子バーミリアン、その後ろ、その隣にイエローマンボ、ビショップノベル、すぐ後ろ、内からはサンタフェピクシー、しんがりからデラクエ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番アジュディミツ王、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてアジュディミツ王、サードクラフティほとんど差がありません。ダンシンググローブ3番手、肩の前もちゃいい位置です。先頭を捉えにかかります。さあいよいよ直線の攻防、アジュディミツ王先頭、差はほとんどない。2番手はバミリアン、あと 200m、 アジュディミツ王先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気にバミリアン、バミリアン、肩のままちゃ伸びない。バミリアン、バミリアン、1着、2着にはどうやらアジュディミツ王、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはバミリアン。さあいよいよ直線の攻防、さあ先頭に立ったのはノースペンダント、ノースペンダント、先頭、2番手は肩の透明、先頭を捉えるか、やはり肩の透明先頭だ。あと 200m、 先頭は肩の透明、肩の透明先頭、2番手はポートトウショ、肩の透明1着、肩の透明完勝、肩の透明1着、2着はポートトウショ、これは桁外れの強さだ、肩の透明。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はエリモナイン、エリモナイン先頭、2番手は七夕ソノ、追いすがります。やはりエリモナイン先頭だ。残り 200m、 エリモナイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エリモナイン先頭、ゴーイングテール迫る、やはり強いエリモナイン、エリモナインゴーイングテール1着、2着にはどうやらエリモナイン、見事に勝ちました。ゴーイングテール、エリモナインわずかの差で勝利を逃しました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはベルタブルース、ベルタブルース先頭、2番手は祭りだゴッホ、追いすがるベルタブルース先頭、あと 200m ベルタブルース先頭だ、残り 100m ベルタブルース先頭、祭りだゴッホ迫る、ベルタブルース、ベルタブルース1着、2着は微妙です。ベルタブルース天皇賞春秋連覇の偉業達成、今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。
Thank you.
Thank you.
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はプレザントゲイト、七夕バトラー先頭、2番手は桜アレグロ、懸命に追いすがります。あと 200m、 七夕バトラー先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はコスモヘレノス、完璧です。圧倒的な強さを見せました七夕バトラー。1着、2着はコスモヘレノス。これは物が違う七夕バトラー。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはトロットマリオ。あと 200m、 先頭はトロットマリオ。残り 100m、 ローズキングダム抜けた。トロットマリオ追いすがります。やはり強いローズキングダム、ローズキングダム、ローズキングダム。1着、2着にはどうやらカタノカメツ、一番人気に応えましたローズキングダム、見事です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はカタノ東北。あと 200m、 カタノ東北完全に独走態勢です。2番手はノーブルドラゴン、カタノ東北。この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せましたカタノ東北。1着、2着はノーブルドラゴン。これは桁外れの強さだカタノ東北。
今年も東京競馬場の芝2400メートルに世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のアプレザンレーブゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ミヤビランベリー、これはいいスタートを切りました。アンダイバルド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアンダイバルド鼻に立ちます。その後ろからはアキハタサイボーグ、この馬も上がっていく構えです。さらにはコスモバルク、16番エアシェイディ、その後ろスイフトカレント、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から先手を取ったのはコスモバルク、その外からミヤビランベリー、タタノアオちゃん好位をキープ、アンダイバルド、すぐ後ろ並んで9番リーチザクラウン、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のタタノアオちゃん現在先頭を進んでいます。ミヤビランベリー前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から見てみましょう。タタノアオちゃん先手を取りました。すぐ隣にコスモバルク、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアンダイバルド、15番タタノアオちゃん2番手を追走、青の帽子コスモバルク、その後ろすぐ隣にミヤビランベリー、その横にエアシェイディ、リーチザクラウン、すぐ後ろその隣にマキハタサイボーグ、各馬大欅を通過。さあ先頭はエアシェイディ、アンダイバルド、ほとんど差がありません。3番手にタタノアオちゃん、絶好の手応え、タタノアオちゃんいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はタタノアオちゃん、タタノアオちゃん先頭、2番手はコンデュイット、先頭を捉えるか。ここで先頭に立った、コンデュイット、コンデュイット、先頭、あと 200m、 コンデュイット、先頭だ、残り 100m、 コンデュイット、先頭、2番手はミヤビランベリー、コンデュイット1着、コンデュイット1着、2着にはどうやらミヤビランベリー、コンデュイット見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はスプリングソング、あと 200m、 先頭はカタノオミヤ、残り 100m、 カタノオミヤ先頭、スプリングソング追いすがります。カタノオミヤ、カタノオミヤ1着、2着にはどうやらスプリングソング、カタノオミヤ見事1番人気に応えました。
Thank you.
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはミリオンディスク、ミリオンディスク先頭、あと 200m ミリオンディスク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ブルーラッド一気にオーロマイスター、ブルーラッド、ブルーラッド1着、2着にはどうやらオーロマイスター。これが地方の実力だ。ブルーラッド
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はグランプリエンゼル、後続馬も足を伸ばしてきました。ジョリーダンス抜けた、スピンクライ迫る、外から一気にスピンクライ、ジョリーダンス、ジョリーダンス1着、2着にはどうやらスピンクライ、勝ったのはジョリーダンス、チェレブリタ敗れました。これは掲示板までです。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のネオバンドーム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ガルボ前に行きそうです。続いていくのが半袖バンド、その外にエーシンアポロン、その外からノーブルフェザー、内からはアイランドシュート、並んで12番ノーブルカット、クラフトセイザ、この馬もこのグループ、ピンクの帽子カタノアードマイヤ、いい位置につけました。並んで18番ネオバンドーム、ヤマニンバとそのうちに続いています。内からはエーシンフラッシュ、さらにはエアジャッジ、オレンジの帽子ローショコート、その後ろビクトワールピサ、そのうちに続いています。並んで3番ウォールスキー、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてガルボ、ノーブルフェザー、ほとんど差がありません。クラフトセイザ3番手、大外からピンクの帽子カタノアードマイヤ、伸びてきた。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはカタノアードマイヤ、カタノアードマイヤ先頭、2番手はエイシンアポロン、残り 200m、 カタノアードマイヤ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はビクトワールピサ、カタノアードマイヤ1着、カタノアードマイヤ完勝、カタノアードマイヤ1着、2着はビクトワールピサ、カタノアードマイヤ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。
Thank you.